あなたの腕触ってみてください。力こぶの方とこのタプタプ触ってみると、こっち硬い、こっちふにゃふにゃ柔らかいでしょ。だけど、はい、キュッて力入れると、ここに力が入るようになれば二の腕って引き締まるんですよ。普段生活ってね、前でこうしかやらないから力こぶばっかり使ってこっち側使わないの。どうすればいいか、簡単です。後ろに手を出して肘を伸ばす、これをやるだけですぐに痩せていきますから、一緒にやってみましょう。1回でも効果あるので、測れる人はぜひね、ビフォーアフター測ってみてください。スマホは前に置いて、あぐらがね辛い人はお尻の下にちょっと何かを入れると楽に座れるのでね、もしくは椅子に座ってても OK です。では後ろでバイバイやっていきますよ。手を後ろに出します。肩上がらないようにね、肩は下げてる状態で後ろに出して、できるだけ上に上げる。もうこれでもちょっとなんかこう来てます。このまま後ろでバイ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 、ゆっくりでいいので、しっかり大きくふきゅきゅ、肩のね付け根から、ここから先っぽだけじゃなくて、ここからここ胸をしっかり回す。くく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 く、はい、オッケー。あー、もうここがねパンパンになっちゃうので、一旦もみもみしましょう。ちょっとね、もみ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 、この裏側ね、そのままにしちゃうとただカチカチの筋肉になっちゃうので、少しちょっとね、こう終わったらもみもみしてあげるのがポイントです。でね、前の動画にもやったんですけど、こう縦にもみもみもいいんだけど、こういう方向でつまんであげると二の腕が動きやすくなるので、こういうね、こうは簡単につまめるんだけど、横の方向でちょっとつまみながら肘を動かしてあげると、これだけでも細くなります。二の腕のね、つまみやったことない人はぜひその動画もやってみてください。でもみ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 、ちょっと休憩したら、この後ろでバイバイだけでも十分効果があるので、なんかね、家事の合間とかにもやってもらいたいんですけど、さらに最速で二の腕を細くするにはね、この肩周りが硬いと、このバイバイがね、さっきあんまちょっとヨナゾうまくできてなかったのよ。肩周りを柔らかくしてからもう一度やると、もっとさらに二の腕に効いてくるので、ちょっとストレッチをやってからもう一回やってみましょう。はい、じゃあね、胸をストレッチします。後ろでこうやって手を組んで、ぐーっとね、後ろに肩甲骨を寄せます。肩上がらないように、肩をぎゅっと後ろに引いて、ふー、このね、ストレッチがすごく大事。ストレッチぐーってしてから、さらにちょっと動かします。脇を締めて、このまま外に開く、肩甲骨を真ん中に寄せながら、ふうふうふう、どんどんね、胸が開いていきます。ふうふうふう、はい、オッケー。はい、次にさっき言ったね、この硬い力こぶを伸ばします。同じように後ろで手を組むんだけど、ここから親指の方向にくるっと腕を回します。あー、そのままふう深呼吸、ふう硬い、ふう、はい、OK、 痛い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 、あー、で後ろにね、プッシュ、後ろにキュッキュッ、肘をしっかり伸ばす、肘を伸ばす、いつも曲げてばっかりいるから伸ばす方に力を入れると、二の腕に効くので、伸ばす、ストレッチしてから伸ばす、伸ばす、あと3回、1、2、伸ばしきる、伸ばしきる、はい、 OK。 あー、疲れた、ちょっとまたもみもみ、はい、疲れた、ここ効いた、効いた、そう、ここに効いてれば OK です。効いてない人はね、多分ね、ちょっと曲がっちゃってるから、しっかり伸ばしきりましょうね。伸ばしきるのが大事。いつも曲げてるから、しっかり伸ばしきる。そしてもみもみ、汗出てきた、もみ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 します。で、一旦休憩。ちょっとね、実は力こぶってこの指にもつながってるので、前にこういう風に手をついて、手からこのね、前腕もストレッチしていきます。あー、これ気持ちいい。そう、痛い人はね、そんなに無理しなくていいですからね。これもね、パソコンや
前でね作業してるとここカチカチになっちゃうので反対の方向に向けて伸ばします。もう指だけこういう風に上げてみても、指がねだいたい丸まっちゃってるので手首をつけてみたり指を上げたりこういう風にしてゆっくり伸ばしていきます。息を止めずに首が痛い人とかもね、この辺伸ばすとすごい楽になりますよ。ふー汗垂れてきた。はい、OK。ちょっとブラブラしましょう。はーい。はい、そして最後もう一つ。このね、二の腕自体もストレッチをしていきます。手をかなり置いて、肘を持って後ろにギューッと押します。ふー私もねここすごい硬いんですよ。本当はもっとね後ろに行った方がいいです。この辺がね伸びてるなと思えば OK。 はい、反対肩を置いて腰持って、そう、息を止めないで、しっかり吐きます。顔はストレッチしなくていいからね。はい、OK。そしたらね、この二の腕の部分を曲げて伸ばして、この上でゆっくり動かしていきます。上で手を合わせて、曲げる。で、伸ばす。はい、できるだけしっかり曲げて、伸ばす。はい、曲げて、伸ばす。曲げて、これ結構お腹も使うよね。伸びると背筋も使わないと体をしっかり起こしてできないので、こう丸くなってると全然効果がないです。骨盤をしっかり立てて、きつかったら途中で休憩しても OK。OK。ラゾンは休憩しないね、はい。はい、骨盤をしっかり立てて曲げる伸ばす。そう、お腹もお腹力入ってる。頑張ってー。そう。あと5回。2、1、3、4、細くなれ。はい、OK。ああ、もみもみ。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 ああ、細くなってきた。さあ、肩周りね、ちょっと回してみてください。結構楽に動くようになったかなと思います。これで最後、もう一回だけ。後ろでバイバイやってみます。さっきより楽になるから、ポイントは手だけ回すじゃなくて腕だけ回すじゃなくて肩からしっかり回す。はい、はい、いきますよ。10回ゆっくり大きくでいいです。はい、1、2、3、4、5、背中伸ばしてね。6、大きく伸ばす。ピンって伸ばして触ってみて。きた、ほら。ユナさん硬くなって触ってごらん。硬い。そう、このピンって伸ばした時にちょっとだけでもここのね硬いのができてれば、だんだん引き締まってきます。伸ばす力をしっかり入れれるようにすること、これがめちゃ大事。最後もう一回ちょっともみもみしながら、これね1週間でも絶対ちょっと効果が出てきます。今なんかまだあんまり硬くないなっていう人もしっかりね伸ばすのをやっていくと効果が出てきます。で、終わったらね必ずちょっともみもみしたりストレッチをしたりして柔らかくしておきましょう。今日のね一連の流れでやってもらうと1週間やれば必ず変わってきます。そして2週間やったら見た目が全然変わるので、ぜひ頑張って2週間チャレンジしてください。なかなかね続かないよって方はコメント欄にね、今日もやったよーってアピールしていただくと、私がポチッとハンコを押しに行きますので、ぜひね、毎日コメント欄にコメントを入れてみてください。この動画がいいねーと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お腹もカチカチ。
二の腕もカチカチに一緒に頑張っていきましょう。うーうぐんぐん、一緒に頑張ろう。初書籍、1日1つやるだけでマイナス9センチも夢じゃない40代からのお腹痩せが7月28日に発売です。この本、運動が苦手な方でもつまんだり伸びたりするだけで簡単にお腹痩せできるものになってます。筋トレは一切なしです。写真も大きく昭和世代にめちゃめちゃ優しい作りになってますので、大切な人へのプレゼントにもとてもおすすめです。概要欄に予約の方法も書いてありますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。みんなも買ってね。